プラットフォーム、新坂江町駅は、愛知県名古屋市東区青一丁目にある、名古屋市営地下鉄東山線の駅である。駅番号は、H11。相対式2面2線のホームを持つ、地下駅で、可動式ホーム柵が設置されている。名古屋市営地下鉄の駅バリアフリー工事実施により、1.2番、どちらの出口からでも、地上行きエレベーターが利用できる。 エスカレーターは設置されていない。改札口は2箇所で各ホームに直結している。1番線ホーム側の改札を出ると1番出入り口、2番ホーム側の改札を出ると2番出入り口しか利用できない構造となっている。1番ホームで降りて2番出入り口へ行きたい場合は、改札口横の地下通路を用いて隣のホームへ向かうこととなる。また、地下通路には、 エレベーターの設置はない。当駅は東山線駅、つとむ名古屋管区駅が管轄している。当駅は東区青一丁目、西木通りの地下に位置する。当駅から見て大まかに北方向東方向は、東区青一丁目、二丁目、南東方向南西方向は、中区新栄三丁目、二丁目、一丁目、西方向北西方向は、 東区東桜2丁目となる。東駅周辺は商業地域であるが、超高層ビルといえるビルは、雲流フレックスビルマザックアートプラザがある程度であり、他には回数にして10階から15階建て程度の建築物が大半である。幹線道路から生活道路に入ると、小建ての住宅などもある。 当駅周辺の幹線道路としては、名古屋市営地下鉄東山線が地下を走る西木通り、駅名の由来となった新坂江町がかつて沿線に、あった広小路通が東西に走り、国道153号が駅西側を南北に走っている。マザックアートプラザ東海テレビラジオ社屋と、テレビア運流、フレックスビル駅名の新坂江町は、中区新坂江町に由来する。 東駅開業の1960年時点では、名古屋市において住居表示はまだ実施されておらず、東駅南側の広小路通り沿いには、中区新坂江町が細長く伸びていた。一方で、東区内の東駅周辺は、複数の町名が林立している状態であったため、新坂江町が最寄りの地名として駅名に選ばれた。その後、 1969年から1981年にかけて東駅周辺地域で住居表示が実施されたことにより中区新栄町は東駅周辺には存在しなくなった。東駅が位置する地点は現在は東区青い一丁目である。東駅下車で現在の中区新栄町へ行く場合、広小路通りまで南下しさらに西方向へ東新町交差点より、 先まで歩くことになり、距離面からは、堺駅で下車した方が便利である。料金面からは、藤ヶ丘方面から乗車した場合で、料金が、両駅間で上がる場合にのみ当駅に優位性がある。住居表示実施による、中区新堺へ目については、広小路通りを越えて、当駅の南側に位置する地域となるため、当駅が、最寄り駅となることが多い。 本節の記述にあたっては、名古屋の町名を主に参照した。東山線中村日赤駅も同様にホームを渡る地下通路にエレベーターの設置はない。東山線一社駅も駅構造としては同様であるが、地下通路にはエレベーターが設置されている。各駅情報地下鉄名古屋市交通局を参照。他に中区青井三丁目、二丁目、一丁目もあるが、 これらは、もともとは、中区新境町であった広小自動り沿いの地域である。名古屋の町名 P82P84 参照。名古屋の町名 P308P314 参照。名古屋の町名 P133P135 参照。名古屋の町名 P133P135P308P314 参照。P 新坂江町駅が料金面での優位性を有することとなる乗車元の駅は、東山線池下駅、星ヶ丘駅、藤ヶ丘駅、および名城線茶屋ヶ坂駅、矢後と日赤駅、桜通線吹上駅の6駅である。桜通線車道駅については、今池駅,駅経由で乗車距離を計算した場合は前期の6駅と同様に、 新栄町栄間で料金が切り替わることとなるが、実際には、栄駅を目的地とする場合はより距離が短くなる、久や大通駅経由で料金計算が行われるため、結果として、新栄町駅、栄駅のいずれで下車しても同一料金となり、料金面での優位性は生じない。ありがとうございます。